こんにちは、ケコです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はダイソーさんのメランジシリーズの毛糸を使ってこちらの巾着バッグを編んでいきます。使用する材料はこちらです。ダイソーさんのメランジの毛糸を2玉、バッグの紐はお好きなものを使用していただいて大丈夫です。動画ではワックスコード長さ1メートルのものを2本使用しています。かぎ針は7号を使って編んでいきます。それでは編んでいきましょう。最初に鎖30目編んでいきます。ここから鎖を30目編んでいきます。これで最初の鎖30目が完成です。1段目の編み図がこちらです。鎖1つで立ち上げ、細編みを64目編んでいきます。鎖1つで立ち上げ、ここから細編みを30目編んでいきます。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、この繰り返しで細編みを30目編んでいきます。細編みを30目編んできました。最初の鎖を少し多めに編んだ方は30目のところまで紐をほどいていきます。30目のところまで結び目がほどけたら大丈夫です。30目の編み目のところに細編みを1回2回編みます。同じところに細編みをもう一つ編んで これが反対側30目の1つ目になります。この繰り返しで反対側も細編み30目編んでいきます。反対側の細編みも編んできました。これが30目の細編みになります。同じ編み目に
あと2回細編みを編みます。1回2回、これで1段目が完成です。2段目の編み図がこちらです。増し目を4回編みます。2段目からは鎖の立ち上げなしで続けて細編みを編んでいきます。1つ目、2つ目、3つ目、この繰り返しで最初に細編みを30目編んでいきます。30目編むとこんな感じになります。端のところは増し目を2回編みます。増し目は1つの編み目に細編みを2回編みます。これが1つ目です。1つの編み目に細編みを1回、2回、これで端の増し目2つが編めました。ここから直線部分は細編みを30目編んでいきます。直線の細編み30目が編めました。最後の2目は増し目を2回編みます。1つ目の増し目、2つ目の増し目、これで2段目が完成です。編み始めの糸を処理します。こんな感じに紐を長めに通しておくとしっかりと仕上がります。長めに糸が通せたら糸はカットしておきます。3段目の編み図がこちらです。増し目を4回編みます。最初の直線部分は細編みを30目編んでいきます。この繰り返しで細編みを30目編んでいきます。30目編むとこんな感じになります。端のところに来たら増し目を1回、細編みを1回、2回編んだら増し目を1回編みます。増し目が2つ編めました。こ
ここから直線部分は細編みを30目編んでいきます。直線部分の細編み30目が編めたら、増し目を1回、細編みを1回、2回編んで、増し目を1回編みます。これで3段目が完成です。4段目からは細編み72目を3段編んでいきます。3段目の編み終わりから続けて細編みを編んでいきます。この繰り返しで1段細編み72目を全部で3段編みます。3段編むとこんな感じになります。これで6段目までが完成です。ここから模様の段を編んでいきます。編み図がこちらになります。6段目の編み終わりから1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。鎖1つ2つ3つで立ち上げ、同じ編み目に長編みを1回編みます。鎖を1回編んで、同じ編み目に長編みの2目の玉編みを編んでいきます。1回、2回編んで、糸を針にかけて一度に引き抜きます。これが長編みの2目の玉編みになります。1つ2つ目を開けた3つ目のところに長編みの2目玉編みを1回編みます。1つ目の玉編みが編めたら、鎖を1回編んで、同じ編み目にもう一つ長編みの2目の玉編みを編んでいきます。これが2つ目の模様になります。2つ目を開けた3つ目のところに玉編み、鎖を1回編んで、同じ編み目に玉編みをもう1回編みます。これが3つ目の模様になります。2つ目を開けた3つ目に玉編みを1回、
鎖、もう一つ玉編みを編みます。これが4つ目の模様になります。この繰り返しで1段模様を編んでいきます。一周模様を編んできました。一段で模様が全部で24個になります。これが24個目の模様になります。最後の模様が編めたら、最初の鎖 1,2,3 で立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで模様の1段目が完成です。模様の2段目も同じように編んでいきます。模様の1段目を編み終えたところから、真ん中の鎖部分のところから糸を引き抜きます。鎖3つで立ち上げ、長編みを1回編みます。鎖を1回編んで、同じところに長編みの2目の玉編みを編んでいきます。これが一つ目の模様になります。二つ目はこの部分に模様を編んでいきます。玉編みを1回、鎖を編んで、同じところに玉編みをもう1回編みます。これが2つ目の模様になります。3つ目の模様はこの部分に編んでいきます。この繰り返しで模様の段を一周編んでいきます。模様の2段目も一周編んできました。最後の模様が編めたら、最初の 1,2,3 で立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで模様の2段目が完成です。模様の3段目からも同じ編み方の繰り返しで、好きな高さまで編んでいきます。
この繰り返しで模様の段を好きな高さまで編んでいきます。編み方を見ながら進めたい方は模様の2段目を繰り返し見て編んでください。模様を編んできました。動画では模様の段を全部で10段編んで約16センチの高さまで編んでいます。ここから縁の段を編んでいきます。縁の1段目は鎖1つ立ち上げ、細編みを72目編んでいきます。模様を編み終えたところから鎖一つで立ち上げ、この部分が一つ目になります。一つ目、二つ目、三つ目、四つ目、五つ目、6つ目。この繰り返しで細編み72目を1段編んでいきます。細編みを1周編んできました。これが72目の細編みになります。縁の2段目と3段目は細編み72目を2段編んでいきます。縁の2段目からは鎖の立ち上げなしで続けて細編みを編んでいきます。1つ目、2つ目、3つ目。この繰り返しで1段細編み72目を2段編んでいきます。細編み72目を2段編むとこんな感じになります。縁の4段目の編み図がこちらです。紐を通す穴の段を編んでいきます。縁の3段目の編み終わりから1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。鎖1回2回で立ち上げ、次の編み目に中長編みを1回、鎖を1回編んで1つ目を開けたこの部分から中長編みを5回編んでいきます。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、5つ目。中長編みが5回編めたら鎖を編んで1つ目を開けたこの部分から中長編みを5回編みます。中長編みが5回編めたら鎖を1回編んで1つ目を開けたところから中長編みを5回編みます。
中長編みが5回編めたら鎖1つ編んで1つ目を開けたところから中長編みを5回編みます。この繰り返しで1周編んでいきます。1周編んできました。紐を通す穴が全部で12個できていれば大丈夫です。これが12個目の紐の穴になります。最後の穴のところから編み終わりまでは中長編みが3回になります。2つ目、中長編みが3つ編めたら最初の鎖2つで立ち上げた2つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで縁の4段目が完成です。縁の5段目と6段目は細編み72目を編んでいきます。4段目を編み終えたところから鎖1つで立ち上げ、下の段の鎖の2つ目のところが1つ目の細編みになります。ここから細編みを全部で72目編んでいきます。この繰り返しで細編みを全部で72目編んでいきます。5段目の細編み72目を編んできました。6段目は鎖の立ち上げなしで続けて細編み72目を1段編んでいきます。6段目を編み終えるとこんな感じになります。最後に引き抜き編みで縁を1周編んでいきます。6段目を編み終えたところから1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。この繰り返しで引き抜き編みを1周編んでいきます。1周編んできました。最後の引き抜き編みが編めたら1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。編み終わりの糸は長めにカットしておきます。これでバック部分が完成になります。
編み終わりの糸を処理します。紐は長めに通せていれば大丈夫ですが、一周通した方がバッグがしっかり仕上がります。糸を通し終わったらカットして、これで完成です。最後にバッグに紐を通していきます。紐は動画のように通していきます。紐が通し終わったら結んでおきます。これで一つ目の紐が通し終わりました。2本目の紐は1本目と反対方向に紐を通していきます。2本目の紐も通し終わったら結んでおきます。両サイドから紐が引っ張れるようにできていれば大丈夫です。完成です。お疲れ様でした。サイズはだいたいこのくらいになります。小さめのお財布とスマホ、エコバッグが入るくらいのコンパクトな大きさです。お買い物に行くのにちょうどいいサイズです。玉編みの模様なので毛糸ですが、しっかりとした仕上がりになり、使っていても伸びづらいコンパクトなサイズにしました。小さめのバッグなのであまり時間をかけずに編むことができます。もしよかったら編んでみてください。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。さらに編み物について詳しく知りたい方、わからない時に質問したい方はメンバーシップにご登録いただくと安心です。いつもいいねボタンやコメントをいただきありがとうございます。動画の感想やリクエストなどありましたらコメントいただけると嬉しいです。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録お願いします。